7合目を過ぎました。これから山頂に向かいます。9合目です。あと 0.4 キロ頑張っていきます。いやーすごいなこれ。チラン方向ですね。すごい。あれは池田湖かな。うん、多分池田湖ですね。桜島はうっすらとですけど向こうに見えます。近い、うちで。着いたぞ。着きました。それでは名残惜しいですが下山します。おはようございます。今日はカルポニー岳の方に行きます。今朝は寒かったです。14度でした。あれのですね、開門岳よりは低いのかな。
現在地で標高が1000以上あります。夕べは寒かったです。桜島、現在9合目です。もうすぐ山頂です。なんかあっけなく着いたでしょ。ほう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 、河口ですね。あそこもあれだ。欲しいのでサングラスにしました。これが山頂みたいですよ。河口です。おお、怖え。おっと、着きました。山頂です。到着。山頂到着です。到着しました。高千穂の宮にスタートいたします。ここは高千穂原ビジターセンター。
もうちょい登場です。こんなに晴れる日は珍しいそうです。結構雲がかかっている時が多いようです。よし、着きました。軽くには見えません。これが龍馬が引っこ抜いた深ほっこです。桜島最高。到着です。下山しました。お疲れ様でした。これで九州のミッションコンプリートです。今回の大チェーン。